ートショップフットペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成10年式アルトワークス RSZ 走行10万5000キロです。まずは、外装からのご説明です。こちらのアルトワークスは、最終型となります。まず最終型の特徴は、ここから下の部分ですね。前期中期はちょっと金色がかってるんですけど、こちらはちょっと青みがかったシルバーですね。こことあのサイドステップの横とリアバンパーですね。はい、それとあとバンパーの形状も違いますね。ここの出具合とかここのグリルの形状とかですね、そのあたりも前期とは違います。あとは傷へこみの箇所ですね。運転席側は特に目立ったのはございませんね。あとこちらのリアゲートなんですけど、こちらも後期は特徴がございます。ここに、取っ手みたいなのがついているのが後期の特徴ですね。と先ほど触れた、ここから下が、青みがかったシルバーになっているのが特徴ですね。でこちら左側の方も特に大きく目立って傷へこみ等はございません。あとすみません、ここもですね、パネル、ドアにパネルが入っているのも後期の特徴ですね。はい、あと外装色の赤も結構珍しい色となっておりますので、おすすめの1台です。続いて、内装のご説明です。まずこちらの車両はハンドルが変更されています。それ以外は基本ノーマルとなります。はい、でそして後期の特徴であるメーターのパネルですね。こちらも、前期は黒なんですけど、こちらはホワイトとなっております。そして、シートの状態ですね。こちらも前期とは違う、柄とか素材がちょっと違いますね。状態もご覧のようにかなり綺麗な状態です。はい、こちらも同様、かなり状態がいいですね。はい、以上内装のご説明でした。続いてエンジンルームのご説明です。まずエンジンは、K6A ツインカムターボタイミングチェーン方式ですね。あとは細かくサビの状態とかを見ていきましょう。はい、ご覧のようにですね、ストラット部分なども、かなり綺麗な状態ですね。でエンジンオイルのにじみなども特になく、状態も良好となっております。以上です。次は下回りのご説明です。まずはフロントの足回りからです。
い、ご覧のようにですね、深い錆もなく綺麗な状態となっております。続いてフロアです。若干表面に、錆はございますが、深いものではなく表面的なものとなります。こちらは左側です。はい、続いてリア周りですね。はい、こちらもフロント同様、特に、深いサビもなく状態は良好です。最後に、トランクフロアの方ですね。はい、こちらもフロア同様ですね、深いサビではございません。表面的なものとなります。